はい、どうも赤星赤崎っすよ。赤星マシマシ TV です。あれ風呂じゃん。あらら、ら戦闘動画っすか。いやー、ちょっととうとうねホルモンがなくなっちゃって終わっちまったな、あんたも。本当にいいじゃないですかね。なんとカラオケパセラなんですね。いや、まだ信じらんないよ。あ、そうっすか、うん、ここなんです、これ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 ね、戦闘部屋、戦闘ルームというのがあるんですね。はい、とりあえずカラオケに行きました、はいはい、ね、カラオケ動画なのかなと思うじゃないですか、うん、ね、違う、もう思わない。まだ戦闘で多いな、要素要素多いんですよ、戦闘、カラオケ、ラーメン。まあ、パセラでなんと二郎系が食べられるという試食のパセラ、まあ、あの3年前にですね、うん、これなんと二郎系のお店紹介の4軒目として行ってるんですよ。序盤でパセラ行ってんだ。かなり序盤で行ってます。変わり種が早いよ。早かったですね。で行ってるということで、まあ、その後なんかいろいろ改良がされたんですね、このようにね。パローパローね、汁なしパローもありまして、うん、確か前はなかったんじゃないかなという。あ、そうなんだ、はい、あと食券って出ましたけど前払い制ですね、ルームに入るときに。ああ、なるほどね、はい。そしてですね、今なんと2倍3倍あるいは鍋、まあ、その下に4倍5倍とかもあるんだけど、うん、こういったのが始まってるんですね。こういったのがすんごいでっかいやつが。で、3倍のラーメン30分以内に食べきると、まあ、お代無料と、なんと3000円分のお食事券もらえるんですよ。マジですごいじゃないですか。絶対歌えないよ、それじゃ。いや、まあそうだけどね。ただちょっと僕さすがにね、これ3倍だとこれ3キロとかいくんだよね。あ、はい、ちょっと怖いんで2倍で。ちょっと見たいけどね。まあせっかくならね、まあ、マジでちょっとこう比べてますけど、ケロリンと一緒にね、比べてどうすんの、すり鉢でこんなでかいですよっていうことで表してますけども、コールが一応なくてですね、野菜は入るんですけどコールない、油は元から入んなくてコールもないと、うん、で、ニンニクとマヨネーズだけ無限に混ぜるということでね、無限に、結構無限に混ぜます、はい、卵黄は最初から入ってる、その他この以下のこういったトッピングは入ってるんで、結構お得かもしれないですね、うん、入ってるな、はい、カラオケだな、カラオケですね。ちょっとここに身が入ってるんですけども、うん、豚キッズキッズのギュチ豚さんでして、歯ごたえが、いや、そうなんですよ、これ噛むのがもうもはや楽しいよという仕上がり、ホロ豚よりもずっと口に残っていいですね、うん、そしてこのマヨですね、おやおや、こうやっていくんですよね、これは僕が編み出した技ですけども、編み出したってレベルなのか、編み出しました、パセラが生み出したんじゃないですか、パセラがですかね、あの本当はかけてもいいけども、まあ、僕はつけてからだけど、うん、これ結構合うんですよこれ、うん、まあ、でそうな、豚マヨとしてね、そう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 、で他にも一味とかカレー粉なんてもあるんですけども、うん、ちょっと僕の趣味じゃなかったんで、うん、今回マヨとニンニクだけにしてますけど、うん、はい、はい、でこれ野菜もシャッキシャキなんすね、うん、で今回キャベツがほとんど入ってなかったんですけど、うん、まあ十分なインスパイアであったと、うん、いうことですね。さあそして卵黄ね、いいよね、ダブルね、卵黄ね、私は卵黄愛好家なんでね、やっぱデフォでダブルにしてもらう、いろんな顔を持ってますね、肩書きが多いね、三浦純みたいですね、三浦確かにあの方もいろいろ持ってますけども、そして麺ですけどもね、これね、まず箸をこうギュッといつも入れるじゃないですか、はい、めちゃくちゃ奥深くまで行くというのがちょっとすり鉢の特徴なのかなと、だから豪快に食べる感があるよね、うん、ちなみにこれ製麺所のね、これちゃんと特徴も書いてありまして、うん、しかもオーション麺なんですね、うん、カラオケ屋の概念覆るよ、まあ確かにな、本格的だね、だいぶレンチンのラーメンだったりするからな、だいたい、ね、まあそんなところも多いですよね、うん、これ食べ応えがまあ違うんですよというのね、うん、表現していきたいね、もちもち度が目指す、まあ、パワー麺であると、うん、いうことなんですわ。だからまあ気軽に頼むとちょっとかなりお腹いっぱいになっちゃうなるほどね。本当店で食うぐらいの感じの。そう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 。まあ、重量級なんでよく考えてほしいという。あ、もちろんこれは2倍なんで気軽には頼めないですけども。まあ、まあ確かに。はい。でベビーチーズなんか入ってて、これ実は後半にこう溶けてきてすっごい。ああ、いいね。美味しいんですよ。なんかおまけ程度に感じるかもしれないですが、結構これ重要な役割持ってます、うん、ベビーチーズ。はい。あ、そう、またマヨが出ました。今度は麺に乗せていくわけですね。これどうなるかというとですね、これね、独特な酸味を帯びてちょっとラーメンの汁として失敗することが結構あるんですね、お店で、うん、ところが汁なしのこの返しとね、なんかすごい合うんすよ、このマヨは、うん、なのでびっくりせずにこう頼んでほしい、
マヨネーズびっくりせずに、ちょっとマヨネーズ恐れずにとかじゃなくて、びっくりせずに、うわ頼む前もびっくりしてるけどこれはあの控えながらね頼んでほしいね。ニンニクね、基本的には3皿でも4皿でも、まあ、頼めるっちゃ頼めますね、トリプルだろうが、きますね。ほどほど辛ニンニクですよ。ちょうどいいってことだ。なるほどなるほど。ほどニンですね。まあただ辛さで言うとですね、うん、玉ねぎもうわー入ってるんで。あ、もう辛みがねさらに玉ねぎ。そう。この球根系の辛さとしては結構補えてますこれね。うん。補えてるんですね。家門系。家門系。はい。その球根から出ちゃいました。すみません。ちょっと派生してリンクできないですか、ね、何でもないです。そうする間にケロリンがね出てきてこれ用じゃないでしょ、うん、これじゃない。てかまず何用、これは、まあ、確かに何であるんだろうな、当たりだろうね。しかもうまくいかないなんだよめちゃイケ以来の、ね、あ、出ました、バッテンね、はい、うん、用意した言葉言わないでください一回カットになってますね。一回見てますからね、はい、まあ、その他粉チーズとかこういったウェルカムドリンクもあったりして、ドリンクバーじゃないんですか。ドリンクバーじゃないんですよ。あ、違う、最初に1回だけあの頼めるんで。パセラ、そっか違うか。あ、時間帯によってはないこともあるのか、もうその辺をちょっと調べてほしいということでね。でラーメン屋さんじゃないんで、これ実はこの1800円しますけども、うん、あのいろんな人とシェアするのもちろん OK。 あー、まあそうだよ、まあそうだね、何分かけても食べていいというのはこれいいですね。だってな、1人でカラオケ入って1人でラーメン食ってるのなかなかいないと思う、ね、歌すら歌ってないからちゃんと、いろんな人に勇気を与える動画だよ、うん、そうね、やっていいんだぞっていうね、うん、人から今流行りですからね、うん、1人カラオケを、歌ってないですけども、あ、実家これ歌ってない、歌ってないで、まあマイクがねやっぱ大変なことになっちゃいますから、あ、まあまあまあ確かに油ぎっしりなっちゃう。マジマジでブルーは一応90だよ、高えな、確かにパセラで、そうよそうよ、これ高い、あ、燃料だから500あるから、あの京都二郎の台と同じですよ。で値段は倍ですけども、まあでもまあエンターテインメントの中で楽しめるんですね。そうそうそう、ね、まあ、そういうことよ。ハニトー食えるし、ハニトーも食えるかな、残しとかないとその分、ね、相当な食い放題の人じゃないとあれですけども。でちょっと今回ルーム入りましたけど、実はなんと、うん、お店 の、 あの、うん、待合室あるじゃないですか、はいはいはい、1階にそこで食べることも、マジイートインみたいな感じ、ね、イートインみたいな、まあ、勇気はいるけどね、勇気いる、うん、まあ、はい、勇気与える動画だから、まあ確かに一人でも食べる、まあまあなんかそういうね試みもいいんじゃない、まあ、ちょっと再放するかもしれないんで、その時はぜひよろしくお願いいたします。ということでパセラ、秋葉原昭和通り館さんでございました。ご当座はです。